花の山城は、熊本県に存在した、中世の山城。浮市豊野町の砂場上峠の南山頂、標高229メートルに位置する。山頂部分は、大上の平坦地で、東西の斜面に、幅6メートルのクルワ段、他に、佐久大都市の跡がある。天正9年に、相良義雄が、京の元の戦いで討ち死にすると、島津市は、八代城,城を接収した。 協力関係にあった、宇都城の縄市、タ磨軍の城市と八代との連絡を確保するため、脅威となる阿蘇市の県志田城を数回に当たり攻めたが、攻略に失敗した。島津市はこれを受けて、県志田城の動きを封じるつけ城として、花の山城の建造を決め、天正11年10月28日から11月10日まで12日間の工事で完成させた。建造は、 軍心勘定役は初めの儀式から始まり、階段、大乗の車や尾根への掘り切れの造成を中心に進められた。夜間は厳重な警備が敷かれ、阿蘇方への情報漏洩に注意しながら11月1日までに基本構造が完成し、合わせて万主や上主を選定し11月9日に不審は終わった。海の親父家は島津市との構想劇化を恐れて、 東条への攻撃を控えていたが、天正十三年に、親父家が亡くなると、大友氏の働きかけもありがいしに英らが、同年8月13日に、花の山城を攻め落とした。これを契機に、阿蘇合戦が始まり、敗れた阿蘇氏は、島津氏に降伏している。東条も、島津氏が脱会したが、天正十五年の九州征伐で、島津氏が、肥後国から撤退した際に敗された。 ありがとうございます。